今年も初めまして、明けましておめでとうございます。はーい、はい、ですね、今年初めての、はい、ブラカーンの生配信となるわけですが、なんかね、今年本当に1日から大変なね、被災に遭われた方にね、まずはお見舞いを申し上げます。はい。で、私も、去年のですね、暮れぐらいからちょっとあれっていうね、体調を感じまして、あらあら、この元気な私が一体どうしたんだろうというふうに思ったんだけど、そう、3日目の夜から喉がガンガンに痛くなりまして、次の日は鼻水がタラッタラッタラッタラ出るんですよ。あ、鼻水を抑えるとまたこの辺がくしゃくしゃくしゃになるんですよ。でもはぁと思って、これいつになったら治るんだろうと思ったんですけど、でもね、本当にこう何かことがある時って、何か私にいろんなことのメッセージだなっていうふうに思ってるんですね。で、まあ今年は本当にこう去年起きたこととか、やらなければいけないこととか、大きく変えることが、実はもうその病気してる中にもうすごい考えたんですよ。もう本当に、そしてお正月をね、4日から4、5、6、7、8、あ、8ぐらいまでかな、もう大丈夫かな、ブラッカーも出れるかなと思ったんですけど、無事、はい、迎えられました。ありがとうございます。声がちょっとまだね、頭かすれてるけど、ちょっといい声じゃないですか、うん、逆にセクシー。そうですよね、意外と鼻ね、これ詰まってる方がなんかいいんじゃないって思うんですけどね。はい。で、今年ですね、今年からブラカンの内容っていうのを私自身が大きくもう変えようというふうに去年思って、で、まあいろいろね、相談したりいろいろして、もう一つのことが出来上がったんですね。で、今ね、待ってもらってる隣に、リンレイちゃんっていうね、方とね、去年11月ぐらいですかね、うん、本当に人のご縁によって会わさせてもらって、おリンレイみたいな、おいいんじゃないみたいな感じで、すごいなんかピン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 と来てね、で、なんかいい子だなーっていうか、なんか一緒になんかしたいなーっていう風なね感じで、今年は第一発目をおリンレイちゃんに出てもらうことにしました。ありがとうございます。で、本当に私はこの何年間もずっと波動メイクっていうのをもうたくさんの人に届けたいっていつもこのね番組の中では言ってたんですけど、これをよりね具体的に、で、実際にメイクをやった、もうキンキンにやった人たちを次々に毎回出していきながら、その方に波動メイクの凄さ、波動メイクの自分自身のその感想とかを徹底に深掘りして聞きながら皆さんに伝えていければなって思っている、今回今年初めの誓いとなります。はい、はい。で、お待たせしました、リンレイちゃんって聞くと、あ、日本人じゃないなそうなんですよね。はい、中国の方でね、彼女は本当にこういろいろとお話をしてした時にすごくね、素敵なね、こう歩みをされてるので、今日はご自身でね、ザートプロフィールっていう形で自己紹介していただくといいなと思うんですけど、はい、どうぞ。ありがとうございます、はい、はじめまして、王林玲と申します。中国の出身で、クイシュという出身なんですけど、みんなだいたい
杭は杭とも読むんですよ。みんな大体、はい、あの杭州杭州で広い方と思われるんですよ。うんうん、そうなんです。あのだけど、うん、全然違います、ね。全然違い。はい、あの南の方なんですけど、はい、地辺に杭っていう感じなんです。はい、あ、こう、はい、鉱山の鉱ですよね。そうです、地辺にみたいな、はい、杭、はい、って感じですね。杭、杭を打つみたいな、はい、あ、そうです、字ですね。杭、杭、はい、を打つみたいな。でみんな皆さんは大体あまり知られてないんですけど、はい、実は杭州はあの中国では有名な観光地なんです。世界遺産とかたくさんありまして、そうなんですか、素敵なところです、はい、はい、地元が大好きです。あ、すごい、はい、もうその本当にこう観光地で結構開けてるんですか、はい、そうですね、はい、世界中で有名で、うんうん、いろんな国 の, あ の, お客あの観光客もいっぱい来てますね、はい、あ、そう、はい、そうなんです。じゃあ、じゃあ知ってました？うん、知らないんですよね。知らない。はい、そうですね。南の方というと、はい、あの上海の近くなんです。下、ちょっと下です。はい、そうなんです、ね。わかる？うん、ま、台湾の近くですか？台湾の近くというよりは、まあ、台湾もちょっとあの隣にあるんですけど、ちょっと海越えで。はい、あ、海越えたら、そうです、そうです、うん、そうですね。まあその辺のは分かる。あ、そうそう、だいたいあの辺。沖縄から海沿い、海沿いの方ですね。沖縄から下に降りてきた。そうです、そうです。多分沖縄からちょっと近い。ちょっと私も一瞬あった思ってたんですけど、全然違いますね。違いますね。うんうん。違うみたいですよ。そうですね。まあ南の方です。あまり知らなかったですね。はい、そう、そうなんです。でもね、そういった自分のお国のことをすごくね、ちゃんとこうなんか皆さんにアピールしたり、はい、あの国を知ってもらうということすごく ね, ね、大事ですよね、はいはい、あの知らない人結構多いんで、みんなに結構宣伝というか、あ、そうか、知ってもらいたいのもありますし、ね、はい、もともとが日本語学校にね留学をしたところから始まったんですよ ね, そうですね、愛知県のね、はいはい、日本語が勉強したくて、うんうんうん、あのもう28年前に日本に、うん、来日して、うん、はい、あの愛知県、一緒一緒、そうだね、そう言おうと思ってたの後でそう、はい、愛知県 の,、うん、あの名古屋、名古屋市の ECC、はい、日本語学校で勉強したんです本当、そうです、今言うと ECC は結構あの何英語ってイメージが多いんですけど、うん、あの強いってイメージ、うんうん、前は結構日本語のあの学校が結構強いイメージだったんです、はいはいはい、そこで1年半勉強して日本語をしっかり教えていただいて、うんうん、大学入学して、はい、で卒業後あの愛知県 の,、はい、あの自動車部品の会社に就職しまして、ね、はい、そうなんです、そうね、だからあの愛知県といえばトヨタっていうふうに皆さん ね、はい、あの知ってると思うんで す, です、ね、だからもう車のね、はい、あのところの工場がたくさんあるというところで ね、はい、でね、じゃあそういうところに、うんうん、あの就職されて、そうです、はい、そうです、ね、はい、したんですね、うん、でじゃあ、本当は、うん、向こうの親御さんたちはちゃんと日本でお勉強してすごい知識をたくさん持って、あの向こうに帰って就職してほしかったんじゃないですか。そうなんです、そのつもりだったんですけど、ね、期待されるんですよねはい、そのつもりだったんですけど裏切った、はい、大学、あ、日本語学校卒業したら帰りますよみたいな感じで、うんうん、でもせっかくだから日本語で日本の大学で勉強もしたいなっていう感じで、うん、まあ、また4年間勉強したら帰りますよって帰る帰る詐欺ですねそうです、一緒一緒何か言ってます一緒だと思います、そうですね、うん、でもまあそれ全部運とかタイミングとかあって、タイミングだよ、ね、はい、あ、そうだよね、運もよく就職もできて、うん、いい会社もそうですね、いい人との出会いがあって、はい、みんなすごいあのいっぱい可愛がっていただいて、うん、でそれで結構なんか帰るタイミングがなくなったんですごい楽しく毎日ねできてたから、うんうんうん、はい、だから別に寂しくはないし、うん、もう生活とこしても一緒かなって感じでしたね、うんうん、そうね、はい、そう、りんちゃんはそうかもわかんないけど、うんうん、多分田舎で待ってる家族っていうのは架空としてるんだと思うんですよね、うちのお母さんがいつも言われるんです言われるでしょ、そうです、そうです、ね、はい、でも日本としたら良かったですよね、日本で素敵な男性と巡り合って結婚できて、うん、はい、わあ、すごいね、いいじゃないですか、うん、はい、ね、そこからなんか本当にこうなんていうの、自分の結婚と同時に、うん、ね、貿易事務、あ、そうですね、派遣したの貿易の事務の仕事をやって、
そこからもうじゃあコロナっていうね、ところに入っちゃったのかな。はい、そうですね。あのパナソニックで3年間派遣 の、うん、あの仕事でね、貿易事務、うんうん、あの前もやりたかったんですよ、うんうん、でそれでちょっとあのそれを仕事を探してたんですね、うん、でそれもタイミングよく運がよく、うんうん、そこで一応派遣で入れたんです、はいはい、まあいい勉強させていただいて、うん、そのあの貿易の経験とかね、うん、すごい勉強になりましたし、それで楽しかったんですけど、2年目からコロナになって在宅になってたら、うん、だから最初すごい嬉しかったんですよ。会社に通勤する無駄な時間がなくて、うん、家で、ね、効率よく仕事できるかなと思ってたら、はい、なんかだん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 2ヶ月とか3ヶ月とか経ってたら、うん、すごいしんどいなと思ってたんですよ。あ、なんか人と会わないことが結構自分今まで意識してなかったんですけど、なんかちょっと辛いなと思ってきましたね。だからなんか、うん、あのなんかこう人とこうね、うん、出会うことによってあの影響を養ったり、うんうん、楽しくなる人と、うん、人と会いたくない人とやっぱいろいろあると思うんだけど、ね、はい、お話好きだし、あ、そうです、うん、ああの明るいし、喋ってると、うんうんうん、で発散できるタイプだから、そうですね、もうそれができなくなった瞬間に、うん、きっとこうなんかね、うんうん、辛くなっちゃうんですね。そうですね、はい、ずっとパソコンの前で1日8時間ですごいしんどかったんですよね。あ、在宅勤務って結構皆さんやったんですよね、うんうん、そうです、ね、それでストレスになる人も多かったり、うん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 、本当にそれで楽になる人もいるし、はい、いろいろだったと思うんですけど、ね、向いてる人と向いてない人がいるんですよ。そう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 、私が多分向いてなかったんですね、うん、完璧に向いてないそうです、ね、なんかお昼ご飯も食べながら仕事をしてたんですよ。誰とかは、あ、そうなんです。それがすごいしんどかったんですね、うんうんうん、はい、で思い切り辞めたんですね。ああ、そうかそうか、はい、そしてあとはあの旦那さん、うんうん、今あの旦那さんがやられてるネット、うん、はい、ネットのアマゾン、はい、とかアマゾンとか楽天とか、あと自社ネットサイトで、うん、あのそういうのが販売してますね。はい、そうですか、はい、日本のアマゾンですか。あ、そうです、日本のアマゾンです、はい、うん、まあ、いずれ世界的にも販売できたらいいなと思ってます。世界中に向けて、せっかくアマゾンね、世界中で販売できるから。そうね、はい、なんかね、こうあのお話とか聞いてるときっとなんかね、あのじゃじゃね、うん、うん、あ、なんか似てるよと、あ、なんか分かるじゃないですか。僕もあの一回、はい、特にこのまあ、あのコロナ禍の中でね、うんうん、仕事もね、なんかいろいろ衝撃受けたりしてるから、うん、あ、アマゾンとかあのネット販売、アマゾンの e コマースはいいなとか、うんうん、聞いてたんですよ。あ、はい、そう、要するにあの例えばあの中国から中国、ね、うんうん、でね、アマゾンとかで、友達が、うん、してる友達がやり始めたのよ、うん、中国人だったですね、それと。そうなんですね、はい、そう、はい、でやり始めて、うん、で調子は良さそうな感じで、うん、で僕はもう配信にもう、うん、もう配信に向いてたんですよ、うんうんうん、あのそういうアマゾンのじゃなくて、はい、配信って言ったらもうライブの配信をしようと思って、うん、はい、だから BKTV をやり始めた、うんうん、最初は迷ってたんですよ、配信するか、うんうん、Amazon 販売、ね、販売しようかと、うん、はい、で BKTV 選んだんですよ、うん、だってその前が日本に来て大学も出てっていう、うん、まあ、だからそこ、もうすごい似てる、一緒ですね、嬉しいです。帰る予定だったんでしょそう、僕はもう一番最初もうあの日本語学校に行ってた、もう着いた瞬間に展示会やって帰ると、うん、で展示会やろうと思って、うん、でも言葉はできなかったから、うん、じゃあ日本語学校に行こうと、素晴らしい、ね、順番がね、そう、うん、日本語学校終わってから帰ると思ってで日本語学校の終わる瞬間にせっかくもう日本語を勉強したから、うんうん、お兄さんに言われたんですよ、うんうん、まあもうちょっとね資格取ればいいんかな、うん、で日本語学校にあの、うん、大学に入って、うん、でそうやってそうやってだからそう4年間になった時にもう就職もせずにもうあのオファーが来たから、うん、会社、うん、はい、そのままも会社に入ったんですね。素晴らしいですね。そう、はい、だからもう不思議な、さっき見たらタイミングがね、そうね、そうね、そうなってた、そうなってた、日本に来るようになってたし、はい、日本が合うんですね。ということですよね。そういうことですね。いっぱいたくさんの人と出会って、ハドが合う人と出会ってからね。そうそうね。
それがあると思うよ、うんうん、ね、例えばジャマイカに行ってたら、うんうん、もう中国から住んでる、うん、もう方も何人かいるのよ、たそのジャマイカでも、はい、小さい時からずっとも帰らずに、うん、もうシャッとお店をオープンして商売したりする、うんうん、はい、だから人って自分の国でずっと生きて生きるとも限らないんだよね。はい、本当に自分とある春が合う環境で生活していくっていうところがあるんじゃないかなと思うね。引き寄せられてね、自分がこう、はい、こう、心地いいところを、うん、なんか自然に手探りの状態でなって今があるみたいな。うん、そうですね。ね、はい、じゃあ良かったんですね。良かったですね。日本の方が合いましたね。良かった、良かったです。はい。さんもね、多分ね、うんうん、あのね、あと 2,3 年ぐらいかな、はい、海外に行きたい、行きましょう、行きましょう、行きましょう、行く、行きたい、まず英語を勉強します、はい、わかりました、そうですね、本当にそうです、英語勉強したいですね、今年はね、なんかあのその彼女から、あのジェニファーから、はい、英語を勉強したらいいんじゃないですか、わかりました、ね、去年はそういう話してたんだけど、オッケーなんです、はい、そうですそうで、一個も言うこと聞かないぞみたいな、いろいろ僕はいろいろと提案してるけど、シズは聞かないな、うん、みたいな、無理やりね、紹介するわ、紹介したら多分逃げれないでしょ、分かった、そうですね、ちゃんちゃんが何言ってましたね、分かりましたみたいな、はい、そうだから何かそういうふうにこうなんか後押しをしてくれたり、うんうん、で私自身もなんかね、あの、うん、本当にこう、いろんな人たちと、うん、こうなんか得意な人たちがいっぱいいてるから、うんうんうん、この部分はこれ、はい、あのお願いしたり、うん、っていうなんかチーム戦でね、うんうん、やっていけたらいいのかなって思うし、そういうなんかその中に、結構ね、あのなんかちょこ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 ってなんか今日私も忘れたんですけど、彼女からね、いろいろなんかあのいい情報をね、あの、うん、さっきの携帯、携帯電子名刺、うんうん、電子名刺を、紹介してもらったの。で私みたいに、うん、人と会って、あ、どうも、あ、ちょ待ってね、あ、ちょ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 すいません、あ、ちょ待ってっていうね、うん、慌てんぼであり、うん、もうなんか本当そう機械に自分が、うん、なんか弱いよって自分でもこう、うん、なんかインプットされてるから、うん、あ、もうこういうのめんどくさいと思ったりするんです、うん、でもその時にあのピッとしたら、うん、ピッとこうして、うで全部私のシャッと出たの、うん、いや、これいいじゃんって言って、うんうん、そう、しずさんはそれいいと思いますよって言われて、それはいいと思うね、うん、ね、う、実際の名刺は紙だし、なくなるしね、なくなるし、なくならないし、ただ携帯に入れ、そう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 、そう、ピッとこれに載せるだけで、そう、情報全部、そうそう、読み取れる、だから、あの、めんどくさい人とか、たくさんの人に会う機会が多い人は、うん、絶対いいよって言って、でもなんか人にちょこちょこやったら、え、しずさん、こんなん、どこであれなんですかって言って、またすぐ言われて、うん、で、それをまた、りんちゃんにね、紹介してあげてね、うんうん、りんちゃんが自分の得意なところでこうね、うん、やってあげてね、はい、私は全部こう、あの、はい、りんちゃんにどうぞ、はい、何かと、はい、りんちゃんって紹介してあげたいなって感じでね、うん、嬉しいです、ありがとうございます、うん、で、はい、私はもう自分が好きだなと思う人には一生懸命こうなっちゃうんですよね、うんうん、そう、でもなんかこう違うことでこう、うん、あらってなったらカクッとくるタイプ辛くなってくる、うんうん、だからでもそれも、うん、あの去年思ったんだけど、自分が全部選んでるから、うん、人じゃないなっていうふうに思う、うんうん、そうですね、うんうん、だから自分がどう楽しく、うん、でどうやりたいことを、あの今年はなんかね、あの稼ぐっていうね、うん、キーワードで、うん、はい、やっぱり自分がしっかり稼がないと、うん、なんかあのいろんな人たちにお返しができない自分がいるんですよ、はい、うんうん、このいや、こんなしたいのになって思っても、うん、ああ今ちょっと大変だしなとか思うと、うんうん、やっぱそういう自分の中で何か言われたりしたら、うんうん、いいよ、うん、な何かこういうことを、こんないいものとかってこうどうですか、あ、分かった、いいよって言ってあげたいねんね、そうですね、うん、あるでしょ、言ったり、はい、あ、全然大丈夫よって、
あなたがさ困ってなったらいいよいいよって言う、うんうんはい、うん、同じです、はい、あ以上ね、なんかそんな話してた時、うん、私もそうって言ってたから、そのためには、うん、自分自身のブランディングと、うん、自分を本当にこうちゃんと、本当に形をきちっとしていこうかなっていうふうに、うんうんうん、思って、やっぱちゃんと結果を出さないと人はね、認めない、そうですねって思った、はいうんうん、思わない、はい、例えばだから毎月何千万も取ってる人の話って、うんうん、なんかって思ってても、うん、人ってすごい聞くのよね、うん、で今よく今日もね鳥取の方から、うんうん、私のメイクを勉強に、うんうん、昨日から来て、はい、今日も帰ったんだけどね、うんうん、そうその人ともいろいろカウンセリングをやって、うんうん、もう来てよかったって、うん、もう本当に人生が変わるって言ってくれて、うんはい、そうそうでその人がどんどん、うん、あだから来月再来月くらいにね来るんだけど、うんうんうん、でその人をなんか私に出会ったことで人生がめっちゃ変わったって言ってくれやったら、うん、そこにもっと変えてあげるように、はい、してあげたい、うんうん、でまあまだはっきりときちっとあれですけどね来月あれ今年の9月ぐらいにね、うん、いろいろと9月ね9月24日にねイベントをやるんで、うんうん、もうすでにみんなにね、うんうん、でその人にあなたそう この下着でちょっとランウェイするって言ったら、うんうん、しますって言ったのいいじゃんすごいすごいだからしずさんが言ったら、うんうん、私やりますって、うんうん言ってそれで昨日由美さんのところにちょっとなんか着せに行ってきたのそうそしたらなんかいいなって言ってわいらいなってそんなこと自分田舎にいててそんなことをにこうみんなの前で出るとかそんなこと今まで一度ももう思ったことないけど自分を出せるって挑戦してみたいっていう気になったっていう、うんうん、もう本当にそれすごいよって、うん、だからそんな風にね、うん、やっぱりなんかみんなが喜んでいけれるようなことをね、うんうん、本当に個人的にこう考えていったりそれを私のブランディングとしてね今年9月の24っていうのは本当にこう成功させて、うん良かったなって思えるものを作りたいと思ってるから、うん、それは一人の力では絶対ダメなんで、うんうん、もうねりんちゃんとかも、はい、もうみんなに言って、はい、ちょっとここのねブラッカーンっていうね、うんうん、本当に私のまあ私の中の本当にこうふるさとじゃないけど聖地っていうけど、うん、なんて言うんだろうねここの自分の中の、うんうん、ここが一つの自分の中の、うん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 、ライフワークっていうの、うんうん、なんて言うんだろう、うんうん、その言い方うん、このブラック、うん、その空間ね空間 ここがすごい私の原点原点ですね、はい、素晴らしい言葉いいね、うんはいうん、いや本当にそうでしょ、うん、ジェジェさん嬉しいですね原点で言われてるんですけど、ね、いや本当に私は原点やと思ってる、うん、だからちゃんとここだけはちゃんと出たい、うん、出るって決めてるから、うん、風邪ひいてても、うん、ちゃんと今日元気な感じでちゃんと、はい、だって今日で40、うんうん、何回ですかね49ですかえこの前49って聞いたんですけど49回ですかね何回ですかね43ですか、はい、43だよね40 あれまあ、じゃあ3人とも、ね、そういうところあんまりこだわらないんですね、うん、結構、うんうんはい、42、3回だと思います、うんうんうん、はいね43ね3ね今日で3、はい、そうでもすごい43回もついてますね、はい、43回欠席ゼロ、うん、あすごいゼロで、来てるんですね、はいうん、だからそこは、うん自分を褒めてあげるところでもあるし、うんうんはい、やるぞみたいね。で特に今年は、はい、もうなんかめちゃくちゃなんか自分の中で絶対に形作るっていうことと、うん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 、ちゃんとこうちゃんときちっとこう
収入っていうのをきちっとこうなんかやっていくっていうね。でその中でまありんちゃんもいろいろね言ってくれて、で私もたくさんの人たちとの出会いがあって、知らない間にこうなんかちゃんとねやれるようなことも言ってくれたりするからね。はい、それでね、さあ、その肌をメイクなんですけど、ちょっとりんちゃんをね、11月にメイクしたビフォーアフターっていうのをね、あのみんなに見てもらいたいなと思ってるんです。ビフォーの写真は本当に見せたくなかったんですよね。でもめちゃめちゃ恥ずかしいんですね。はい、でもそれメイクした後の写真見るとすごいワクワクしますね。自分も自分じゃないみたいな感じですね。そう、すごい嬉しいです。はい、だからこれは2回目したんですよね。あのうん、ハードメイク受けてもらったんだけど、一度なんか結婚式ですか？そうです。あの旦那のいとこの結婚式に、あの出るために先生にメイクしていただいて、はい、あのチョコリを切るんですね。初めてチョコリ切るんです。そうですね。はい、それでちょっとね、その時にあのハードメイクを、あの一番最初にした時にこの人、すごくあの。美しいと可愛い。ありがとうございます。先生のおかげで自分開発できましたみたいな感じですね。はい、新しい自分が、はい、うん、はい。で、もともと内観がすごい素敵だから、だからそう変わるんですよね。はい、うん、やっぱりその方のもともと持っている、あの物事の受け止め方、捉え方とか、なんかあのこうカウンセリングしてても。なんか私もワクワクする。あ、かわいいな、なんかめっちゃいいなみたいな、はい、ね、ですごいいろいろとお話ができたのよね。そうですね、中国の人って、まあ私中国の人のイメージ変わったわみたいな。いや嬉しいです。いいイメージに変わったらちょっと嬉しいです、そうそう、なんか中国の人って、私分からないけどよくなんかちょっと違う、違うイメージもあったんだけど、はい、でもやっぱりあのどこの国でも、個人個人だなっていうふうに思います。そうですね。良かったです。はい。でそこでね、あのビフォーアフターの中で、これからもね、ビフォーはアフターっていうのを、本当にこうなんかしっかりと見てもらいながら、その時にこの波動メイクを受けようかなって思った。きっかけは何ですかね。そうですね、うん、なんか受けてみたらやっぱり新しい自分が発見できて、なんか自分はこういうふうに変われるんだ、自信につなぎます ね、 そうね、新しい自分が、そうだね、いろんなところで活かせる気がしまして、すごい良かったんですね。はい、良かった。だからなんかたくさんの人たちに、お肌メイクのことをね、ちょっとこの中では、今回ちょっと動画を出せなかったなと思ったんです、次の時からは、その方にね、お話ししたのよね、どうですか、ありがとうって喋ったっけ。そうです、そうです、はい、ね、それをちょっと出してなかったなと思ったんですけど、これからはね、なんか、でどういう気持ち、もう出来上がってもうそのほやほやの時のインタビューじゃないけど聞いてるもんね。そうですね、それが皆さん、うん、うわーみたいな、はい、で今日もね赤を着てきてくれてるからよかった、私本当はりんちゃん、今日さ赤着てきてくれへんって言おうと思ったの。そうなんですか、すごい。そう、そう、あ、言いましたね、通じましたね。だから今日待ち合わせしたと、あ、赤着てきてると思って、すごい赤のイメージなんですよ、私。そうなんですか、良かったです。一番最初の時も赤だったでしょ、はい、だから赤のその波動のなんか、うん、その赤いイメージとその人の内観が非常にね、マッチして、はい、でそこから次また日にちも決めて、レッスンっていうのを受けてもらうっていうことをね、はい、それはちゃんと覚悟しておいてください、そうそうそう、はい、やっぱり一緒に何かをこれからやっていこうって、一緒に波動メイクを広めてもらいたいメンバーであるので、ちょっとできるようになってたりしたら、アシスタント、はい、っていうのも一人でも多くの人、ちょっと私作り、
りたいんです、うんうん、アシスタントの人がたくさんできると、はい、私一人じゃなくて、うん、いろんなことをやった時に、うんうん、もうやって一緒に私がじゃなくても、うん、もうみんなができたりしたら、うん、もっと楽しい、うん、何か できるでしょ、はい、うん、だからそれも私の中であるので、うんうん、みんなレッスンを受けてもらって、はいはい、ぜひ、うん、最後はね、はい、そう、その講師っていうね、うんうん、波動メイクの認定講師っていうのも、うん、もうある一定の全部ちょっともう決まって、うん、枠の決まって、うん、で今年は第一期生という、うん、もう本当に優遇された、うん、もう一期生を目指す方は、うんうん、すごいこう金額的にもいろんなものも、うんうん、優遇お得、うん、なことがたくさんあるんですね。そう、嬉しいですね、はい、うん、そうで、その方たちが仕事もできていけれるように、うん、な、次のステップっていうのも考えていって、うんうん、でその方がまた波動メイクを伝えていくっていうね、うんうん、で第1期生っていうのは非常にこの世の中に波動メイクしずこの、しずこメソッドの波動メイクの認定っていうのは、うん、唯一無二なんですよ、うん、どこにもない、時を取ってますもんね、時を取ってるし、はいはい、どこにもないので、それを皆さんでしっかり使ってもらいたいなと思って、はいはい、そしたらその人たちがいろいろやってるお仕事に生かしていけて、うんうん、みんなでなんかやっていくっていうことをね、うん、今年は、ね、そうです、そうです、うん、これまでは一人でも多くの人に波動メイクをやっていきたいっていう思いでね、うんうん、100人200人300人とかね、うんうん、数をこなしてきたんですけど、うんうんうん、もう今年はそこからの2、1ステップじゃなくて2ステップ、うんうん、3ステップぐらい、はい、どん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 、ね、どんどんやっていきたいなっていうふうに思ってるので、うん、もうぜひぜひね、うんうん、またリンレイちゃんがまあ、リンレイちゃんでいい方やな。やっぱり、はい、リンちゃんやな、私的に。そうですね、リンちゃん、ね。リンレイちゃん。そう、リンちゃん、リンちゃん。リンちゃんの方が可愛いでしょ。うんうん、はい、もうリンちゃんが本当にいろいろ活躍してくれて、うん、うん、やってもらえることをね、うん、本当にこう願ってるんですね。はい。はい、で、どうですかね、うんうん、リンちゃん的に、いろんな、こう、その波動メイクとか、うん、そういったことで自分の中でわからないこと、なんか聞きたいこととかありませんか？そうですね、波動メイクは、うん、まあ、正直自分はメイク毎日してるんですけど、そこまで得意じゃないなと思ってるんですよ。でもメイクって人変わるのはもう自分の中でね、認識はあるんですよ。なんかちょっと勉強したいなという部分もあったんですけど、昔ちょっとショットのそのレッスンとか受けたりとかしたことあるんですけど、その本格的のレッスンとか受けたことないんですね。もう先生と出会うのがやっぱりそういう縁とか運命ですね、はい、まあ、ちゃんとそういう自分もね、人だけじゃなくて自分もちゃんときちんとメイクがね、先生みたいにできるようになって、自分もね毎日ハキハキしてる、なんかワクワクしてる自分がいると、人と会うのももっともっと楽しくできるかなと思うんですね。そうですね、はい、でそれでちょっと人に伝えて、人にサポートできて、またどん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 そういう新しい発見ができる人いったら、うん、素敵かなと思いますね。あ、はい、そうですね、ありがとう、はい、本当にそうだと思うね、うんうんうん、今日も先ほどまで一緒にいてて、うんうん、オーキャットからバスで帰るのに送って、はい、ね、途中までいたんですけど、うんうん、その人も今日は一緒に、昨日はほとんど、うんうん、カウンセリングだけなんです。あ、はい、もうカウンセリングが私のしずこメソッドの中の8割を占めると言われてるくらい、うん、どんなにメイクがどうのっていう前の、うんうん、その人のマインドっていうか、やっぱ心の状態が正常にというか、本当にこうなんか受け止め方も変わったり、うんうん、人の見方も変わったりしていくと、うん、もうそれが表情に出る、はい、だから人はなんか心のところがすごく表情がね、うん、良くなると、お顔も自然にね、そうですね、うん、素敵になるなっていうことを、はい、で今日も、うん、昨日はもうそれで良かった良かったって言ってくれて、でまあ彼女の場合はまあそう、人には言ったことのないこといっぱいあるんですね、うんうん、それを全部
宿題も兼ねて、わ、うんうん、かりました、これやりますってワクワクするって言ってくれて、うんうん、はい、帰ってもらったんですけど、で今日は実践として一緒にメイク、私がやるの一緒にこうやってきたんですね、うんうん、もう帰る時もめちゃくちゃ綺麗になってもうなんかもうワクワクしてもうなんか嬉しいって言ってね、うんうんうん、帰りました。だから、はい、そんな感じでこうなんか普通ので、私いつも、あ、そう、それとね、ありがとうございます。でこれから私がちょっとねやっていこうかなと思ってるのは、その人とのこうなんか今言ってるねスペシャルランチ会っていうのをね、うん、今回も、やるんですけど、これはもうとにかく私おもてなしが好きなんですよ。今日も、はい、彼女来てからもう朝の用意でお昼で今日の朝もっていう和食からいろいろこうやるんですよ、はいはい、でもそれが楽しみって言ってくれるんですそうです、わかります、わかります、はい、先生の料理美味しいですよありがとうございます、はい、だからそれを生かした、うんうん、限定で、うんうん、スペシャルランチ会っていうのを、うんうん、ぜひじゃじゃもう2月は来てくださいよ、うん、2月ね、はい、一緒に参加しましょう。17日やってるっけ、2月のスペシャルランチはこれは1月なんですけど、あ、23日ですね、23日、23日金曜日なんですよ。あ、そうか、お昼、あ、そっかそっか、そうだね、うん、それこそ一緒にやる由美さんも来てくるんですよ。あ、そうですか、そうそうそう、あれは、1時からでしょ。そうですね、うん、1時から、うん、だからまあもしどうしてもちょっと、うん、もし途中で抜けても大丈夫、うん、全然大丈夫、大丈夫、そう、だからそのもう5人ぐらいの限定にして、でも今回ももう聞いた人たちはもう5人だけなんで、うん、前の時はキーさん来てくれたんです、うん、スペシャルランチ会、うん、もう4人ぐらいのね、うんうん、その時もすごくこう喜んでもらって、うんうん、だから料理が好きですよね。え、料理が好き、うん、で前は料理プラス眉メイクのねお勉強も入れてたんだけど、うんうん、今それね一人では無理っていうことが気づいて、料理の方一生懸命やってるとこっちの勉強の方もあるから、はい、それこそ、うんうん、もう言ってたの今日の人にもね、うんうん、みんなその認定講師を取ってくれたら、うんうん、もう逆に一緒にできるんですよ、うんうんはい、私は料理の方して、うんうん、あのアシスタントの人たちが、うん、こうレッスン会みたいにしたらいいじゃないですか、うんうんうん、私はこっち一生懸命やってみたいな好きなことをやってっていう風な感じができるでしょ。そうですね、だから今はもうスペシャルランチ会のみで、うんうんはい、集中したいですね、集中したいです、うん、であとはもうみんな練習に来てくださいということでね、うんうんはい、やってますね、はいはい、ありがとうございます。そう、スペシャルランチ会ね、また2月は23日、はい、っていうことでやってまして、で、あとね、はい、ここのね、そうです、ソウルトゥーソウルっていうね、バレンタイン、はい、はい、ラブコンサートっていう、あ、私、ありがとうございます。これ、あ、はい、じゃあ、先にちょっとこっちささっとしましょうか。はい、そうそう、これはねもうこういった一応ネットの中に載せてるやつでお得な分なんですけど簡単な分なんですね。でも実際はメニューが また次の時から出しますけど、きちっとしたメニューっていうのがありまして、これはなんか本当ね、美眉とアイメイクととか、うん、あるんです。ランチ付きって書いてるんですけどね。時間は2時間だけなんですね。はい。でもそれでもいいっていう方はこれでもいいと思うんですけど、実際は、3時間の6時間っていうのを、まずはワンクールとして受けていただくっていうことが。はい。で、当然また波動メイクっていうのも、ね、やっていただくっていうことと、そうですね、またそのメニューに関してとか、また今年からいろんなことを
ちょっと小出しにちゃんときちっとこう出していこうかなと思っていますので、うん、はい。で、あとね、今もうあのお時間もあれなんで、はい、あのここのね、はい、ブラッカンでね、はい、イベントが、2024年の2月9日金曜日というね、バレンタインの時ですね、本当にバレンタインの、コンサートなんですけど、うん、私も、以前にジャジャがやってるね、こういった本当にこうミュージックのね、そういったのを私も見に行かさせてもらってるけども、もうそれはそれはもう本当のプロ中のプロのすごい、なかなかこんなん聞けないよっていうグループの人たちばっかりを集めた、はい、玉作りっていうところですもんね、うん、そこでぜひ皆さん来ていただくとね、うん、でここでね、司会をね、 MC をやってる私のお友達のね、エイダ恵子ちゃん、まあ自称バンコちゃんっていうね、で福本さやかちゃんっていうね、この2代、この2人がもう本当に素晴らしいね、エンターテインメントで、きっと皆さんのそれこそプロの方たちをきっとこうサポートしたり盛り上げてくれること間違いないと思うんですね。そういうなんかここでブラッカンで関係してる人たちもたくさんそうやって出て、出ながら応援しながらみんなでね楽しくやっていきましょうっていう ね、 そうよね、うん、6時からだよ、ね、6時から18時スタートで9時までコンサートだよね、コンサートですね、うん、はい。そしてまあまあどうしても行けれないっていう方とかはライブのチケット、あれが、はい、買えるんですかね、前売りは4,500円、ね、はい、当日は5,000円、オンラインで聞きたい、例えばまあどうしても来れないとか遠いの方は3,000円で、ね、はい、オンラインストリーミングが見られるという感じですね、はい、うん、でも結構ね豪華なメンバー、はい、豪華です、うん、それはすごい豪華です、うん、私も知ってる方ね、うん、この前聞いたことがある、聞いてない方もいらっしゃるけど、うん、何人かすごいやっぱそうだよね、はい、例えばウィンズはもうニューヨークの R&B のアーティスト、素晴らしいアーティストで、サブリナもなんかあ、はいはい、そう、ビビアンはフィリピンでもすごい、そう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 ね、はい、で今回はイリーズという方も、彼女もアハーフだよね、はい、でブラックミュージックはすごい歌うまいですね、へえ、下の方はゴスペルのグローリアとか、はい、と息子、はい、で多分コアを連れてくくられると思うんですね。え、誰を？怖い何人か。あ、何人かを、はいはい。そう、だからゴスペルもあり、うん、で、はい、なんとかK-POP もある。K-POP ね、ありますね。韓国からの、はい、アイドルグループが、はい。K-POP の演奏もあるし、で、うん、ダンスもあるし、K-POP のダンスとかアフリカンダンスまであるんですよ。おー、はい。もう、だからすごい、すごい、もう幅広いね、なんか楽しめることができるから、ね、楽しそうですね、はい、うん、だからぜひ皆さん、うん、ね、まあ、お友達とか、はい、ぜひぜひ、そうパートナーとかね、はい、と一緒にね来ていただいて、はい、そう、チケットはね、上の QR コードを読み取ったら、うん、はい、情報、まあコンサートの情報とかアーティストのプロフィールとか全部チケットの情報も全部載せますから、はい、で、またはBKTVLive.com にアクセスしたら全部情報を見ることができるので、はい、まあ、ぜひ楽しんで見に来てください、はい、ね、皆さん、でもね、ね、先生も2回ぐらい来られたくなる、必ず行っております先生すごいですね、常連さんですね、ちゃんとそう、はい、うん、ブラッカンファンですからね、ね、はい、ちゃんと言われたら、うん、時間はこち開けて人は時間は作るもんです、ね、作れますよ、はい、はい、でも必ずこれね、で友達も連れてくれて、はい、で、うんうん、すごい楽しんでもう立ち上がってやったり、はい、ノリがいいんですもんね先生がもう前に出ましたね前に出たいですもんね先生、はい、でもすごい楽しいコンサートだから、みんな本当に味わって、うんうん、あんまりないんですよ、こういう外国人と
日本人と韓国のアーティストが、ね、はい、同じステージで演奏するのは、なかなかないですよね。そうですね。だからぜひ皆さんもお楽しみにしてね、はい、ぜひ来てくださいね、はい。今日は本当にね、しんどい中ね、ちょっとこうね、わかります。花がわかる。はい、もう、家で、はい、私も喉がね、ちょっと意外がとして、ちょっと生なんですけど、うんうん、でもね、こういうこともすごくひっくるめて、うんうん、いいことなんです。はい、で、私も、皆さんに言いましたけど、今年の赤、今年の役、うんうん、なんていうの役嫌な、全部いろんな残ってるものを、はい、先に全部出しちゃったよっていう、はい、うんうん、もうそれ以外にないみたいな、うんうん、まあ、あとは良くなる一方なんだっていうことで、ね、はい、絶対に今年は楽しいね、はい、1年にしていきたいと思いますので、りん、はい、ちゃん、はいはい、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。そして、はい、最後、何かこういうことをしてるからっていうのちょっともうないですか？あ、そうですね、いろんな人と出会っているのが今楽しんでいます。はい、はい、ランチ会とかだったり友達の紹介でいろんな人をつないでいただいて、ね、はい、それがすごい今充実してる毎日、はい、よかった、はい、楽しいです。これからもっともっといろんな人と出会えたらいいなと思ってます、はい、先生みたいな明るくて楽しい人と友達になりたいですね、はい、はい、なれます、はい、どうもありがとうございました。ではまた、はい、来月お会いしたいと思います。ありがとう。 Thank you. バイバイ、はい、ありがとうございました。